どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールディインボーク駆逐窓アキラを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。ですね、相手が水タイプなんで今回は、草タイプが有利なんでね、フェスゲンのサイコですね。爆発する潜在能力米林サイコ米津って言いそうになったの、米林サイコの後ろに、今スペシャルガシャリバイバルで登場している鈴谷十三ですね。どうなんだろう、これ鈴谷の火力出んのかな、ちょっとよく分かってないんですけど、これあれかな、待って、鈴谷がリバイバルされてるってことはだよね、鈴谷特攻になってんだよね。ってことはね、ここちょっと前鈴谷にしてみようか。うん、そっちの方がいいような気がするから、とりあえずそうだね、これでいきますか。いきましょう。気づいてよかったよマジで鈴谷に特攻がかかってること気づいてよかったな。とりあえず全員で攻撃して、ありまでブレイクさせていきますか。で、ありまでブレイクさせて、2.5?2 だっけ、あ、味方バフかけて 2.5 だね、味方前衛 2.5 かけて、銃像撃って金木撃って、で、まあ、いつも通りね殴っていきましょう。おー、いいね、82万、めちゃくちゃ火力出てる。あれ、サイコのスキルの一撃が830万ぐらい出るんだっけ、あれえげつねえ数字で、まあ、言うて一発だからね。でね、なんでサイコを全員に置いてたかっていうと、アリマをね覚醒させると武器耐久値削りがなくなるから、サイコもね一応ブレイクバースと味方全体にバフかかるやつ、アリマより倍率は低いんだけど持ってるからね、まあこの際もうアリマでブレイクさせるのやめて最後でブレイクさせればいいかなと思って全員に置いてたんですよね。主軸に戦おうかと思ったんだけど、まあ今回スズヤの方が特攻かかってるしいいでしょう。これでで一応サイコ出して、でサイコにはバフかかってねえから、まあやべ、1個目のこのスキルを使ってね3倍の倍率をかけていく。3倍じゃない、2倍だったわ、すまん。一発11万とかか、まあ一回こうスズヤ出して、敵にお尻見せちゃダメですよ。まあこの銃像ね、今リバイバルされて、多分詳細見てないんだけど、有馬とね、一緒なら、この前来た鳴上有馬と一緒ならね、まあ、5ステップ目で確定っていうか、アキラのスキルエフェクトってこんなこんなの出るんだ。あの次郎棒のドリュー壁みたいなナルトの話だけど、ドリュー壁だったっけ、忘れちまったわ。中にいるやつのチャクラ吸い取るやつ、あんなエフェクト出るんだ。どうしよっかなこれ。でもブレイクバーストアリマ出す、ここ一旦そうだね、一回アリマでブレイクさせて、で次からあれか、覚醒させてみるか。ブレイクさせたいし、あと金木もな、もうあれだよね、やっちゃっていいよねこいつ覚醒は。じゃあ行きましょう。アリまでブレイクさせて、次からはサイコに頼るか。じゃあ頼れるのか知らんけど、毎ターンブレイクできんのかな、微妙な調整が難しそうだな。アリまでさせるとなると、金木を覚醒させて、僕だ。で、どうしようかな、ここ有馬に回してみるか。僕だ、ザンザン。これ金木のあの紫色のあの引っかくみたいなエフェクト好きだよ俺。てか今占領戦3週間目なんだけど、もうそろそろいい感あるよな長くない3週間って、もうポイントももう派遣しかやってないけど2億いきそうなんだけど1億でよかったよね確か。ああ微妙にいかないんじゃないかこれ。あ、覚醒できるわ、覚醒いい、使う、お前が初めてだ。でサイコ出して、サイコも覚醒させていこう。ニョッキッキ、あ、これ足りない、あ、まあいいや、
でかサイコの家具ね、でかすぎ。そういや座るんだったな。なんか巻きぐそみたいにトグロ巻いて、これありまでブレイクできんのかな。厳しいかな。敵の耐久値が1,2,3,4,10 でしょ。あ、10じゃねえ、11だった。1個オーバーであったな、オレンジが。11でしょ、きついんじゃないかな。サイコが確かこれ8だったような気がするんだよね。でこいつのいいところは覚醒後スキルが一発攻撃の武器耐久値マイナス8だから、まあほぼほぼ、え、あれだよね、10倍のマイナス8だから、これが10連ダメージとかだったら武器耐久値実質マイナス9なんだけど、まあいいところだね。8っていうのがいいね。あ、これいけそうだな。アリマがどれだけ溜まるかちょっと見てみようか。アリマ結構溜まるんだ。いいところで、いい感じのところで8でしょ。あー、全員で攻撃しちゃダメだなこれ。だからサイコ全部撃たせて、で今残ってるのが9だよね。9だからこれで、サイコ撃って、でアリマで攻撃しては武器耐久値削れるからブレイクバースを発動すると。じゃあそれでいいでしょう。オッケー。まあ、今回サイコ特攻かかってないし、バフも自バフだけなのかな。サイコに回すか。じゃあどれぐらい撃てるかな。 2回ぐらい撃てる。初めてだ。アリマがスキル一発クリティカルで32万ぐらいかな。それの20連ダメージか。なるほどね。2発も撃てねえのかなこれ。サイコ、僕だ。サイコ撃って、そういやさ、これフェスゲンで出た時もあれなのかな、確定枠で出たっけ、あんま覚えてないな。僕だ。お前が初めてだ。ザン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 。34万8000が出たな今。んでどうしようかな。こうスズヤ出すか。サイコ前に出してもいいんだけど。お題は結構。武器。サイコ前に出してよかったのかなこれ。まあ、ありまで、あ、いいか、ありまで削るからどうせ。いいや、これでね。あ、待って、カグネ溶けた。え、カグネって何弾持つんだっけ。全然把握してなかったわ。カグネ溶けんのか。もうこう自爆風はまだこの、しかも自爆風が3ターンでカグネの発動が2ターンだったような気がするわ。今ちょっと考えたんだけど、でまだこう自爆風かかった状態だから被らないんだよねこれ確か、インボケって。だからもうあれか、覚醒させるか。今金木とアリマで結構攻撃しちゃったから、こうサイコでブレイクさせることになりそうだな、このままなると。なんとか金木がこれが6連ダメージでしょ。10削りの武器耐久値なら1も削れないんだよね確かね。これ最後までまずスキルが回んのかどうか心配だわ。回んねえだろ回んねえだろこれ。ってことはスズヤでブレイクするようになるのかな。そうだね。溜まってくれるよな。危ね、溜まるわ、よかった。今現時点でダメージが17,400ですね。1万じゃねえ、ごめん、1,7400,000だったわ。んーでから、スズヤでいっか。それが僕だ。てか逃走やるやる言って全然やってないから本当にまずいね。時間がなくてさ逃走のスタミナ
この前僕だ見たら97ぐらいあったのかな。全然本当やってないんだよね。放送でやるわとかなんか言ってたんだけど、なかなか時間が取れなくてできてないんですよね。お前が初めてだ。いいね。これです。どうです。お題は結構。いいね。草タイプ結構火力出せるやつがいるからね。まあ今アモンも金木の後ろに一応連れてきてるんだけど、このアモンすごいよな。なんかもう本当リニューアル前に実装されたのにかかわらずまだまだ現役ですからね。ガチで強いからな。スキルの回転率もすげえし、ガチで強い。おすすめのフェスゲンキャラクターじゃん。草タイプアタッカーなんで。闇タイプとかそんなのいっぱいいるけどさ、まあ、おのおののこの火とか水とかなかなかね、単体に対してここまで強いキャラっていうのは、まあ、草はほんと充実してるけど。じゃあどうしようかな。ここ有馬でブレイクさせたいよね。で、スズヤが武器耐久値マイナス10だから結構使いにくいっちゃ使いにくいんだけど、まあいいか、スズヤでブレイクさせるか。いやでもそれもったいなくねえか。なら最後でブレイクさせようぜって話だけどさ、まあいっか。僕だ。んで、金木打つでしょ、まず。それが僕だ。アリーマ打って使うのはお前が初めてだ。あとはもう十蔵にブレイクしてもらおうか。十蔵が確かブレイクバースト持ってたのかな、こいつ。覚えてねえぞ。お題は結構。もっといろんなキャラ使いたいんだけど、ちょっと促進剤が本当に足りなくて、促進剤を買う金はあるんだけど、そのショップに月20個しか並ばないっていうのが結構きつくて。どうです。これです。どうです。40個とかならないかな。僕だ。今回占領制でどれぐらい促進剤回収できたんだろう俺は。どうです。あとね、あと1個あれば促進剤20個になったの。フェスゲンのリゼをちょっと突させようかなとか思ってるんだけど、確かあいつがね、闇キラー持ってるのかな。闇属性耐性持ちつつ闇キラープラス人間キラー持ってたような気がするんで、あのクシクアリマに刺されそうなんだよな。なんとなく。お題は結構。まあでも本当にいいのは、あの今リバイバルできてるフェスゲンのアリマ、あれをね熟練度 100% のできたらいいんだけど、まあ、なかなかね。最後はアリマに締めてもらうか。使うのはお前が初めてだ。ザン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 。あ、2億は乗りましたね。これで。そうか、サイコのカグネは2ターンか。あ、アキラのスキルかっけえな。これでよくやった。よし、じゃあダメレポ見ていくか。結構長い戦いになっちゃったけど、まあ鈴屋ですよね。9500万ぐらいか出てますね。はい、ということで今回は駆逐の窓アキラ戦でしたね。フェスゲンじゃねえわ、あの駆逐として出るのは初めてなのかな。出たことあったのかな。まあちょっと忘れちゃったんですけど、はい、今回はそんな感じで、2億2500万ぐらいのダメでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。